皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回もバニッシュドやっていきたいと思います。あとは鉄4つか、そしてコンコンすれば終わりと、でもしかしたらね、ちょっとまた病気で死ぬ人とか、なんか不慮の事故でね死ぬ人が出てくるかもしれないので、ちょっとね注意していきましょうか。そして、資材系の方もちょっと集めていこうかな。ここら辺だいぶモサモサだね。ちょっと切っちゃおう。ここら辺も、命令一応出しておきましょうか。さて、これで鉄の方があと1往復ぐらいか。もう1回ぐらいで、運び終わってやっとね大工のお出まし。あ、山菜採りの人が亡くなっちゃったみたいだね。ちょっと待ってよ。今って労働者、あ、そっか、労働者が、山菜採りのとこ行ったんだね。一人労働者にしておこう。山菜小屋、もう少ししたら多分山菜小屋ね、うまく山菜取れなくなるんじゃないかな、冬になったら。ちょっと人減らしておきましょうか。まあこの近くで山菜取ってるっていう感じだもんね。で、山菜採りの小屋どうしようかな。ちょっとこっちの方に道も伸ばしておきましょうか。こういう感じでね、ちょっと道を、通しておきましょうか。さあ、そしてもうほんの少しなんだけどな、資材。あ、よかった、これで運び終わったみたいだね。あとは大工のお出まし。漁師の方が亡くなっちゃったみたい。労働者が一人余ってた方が、余ってた方がね、漁師になったみたいだね。今って釣り小屋って何人だ？5人か。最大8人働けるところ、まあ5人働いてくれてると。さあ、そしてね、あとは、まあ大工頑張ってね、コンコンしていただきましょう。で、子供もねちょっと増えてきているので、あ、ここ今服いっぱいなんだ。この資材じゃあんま作れないのかな。革が少ない？いやでもそうでもないけどね、なかなかこううまく稼働できないみたいだね。服50個あればいいのかな。もうちょっと増やしたいんだけどね、この材料じゃうまく作れないのかな。うっと、これでもダメかな。多分材料が足りないんだろうね。どうしようかな。ここ稼働停止してるんだったら教師に割り振っておこうか。学生が通うかも、そろそろ。さあ、そしてね、子供が生まれて6人と。そして、少しずつここ大工の方が、まあ、コンコンちょっとずつ始めたみたいだね。で、そうだな、もう一軒ぐらいね、家の方もちょっと建てていきたいところになってくるな。どこがいいかな。木造りの家は結構今建ってるんだよね。新しい家とかもねこう建てていきたいんだけど、材料がやっぱり必要になってくるんだよね。木造りの家よりも暖かくなるか。まあこの家ちょっと次建築していこうかなと思います。でね、どっちに建てようかな。ここら辺に、ちょっと建てれるようにしておきましょうか。大工の人も忙しいよね。あっち建築した、こっち建築してとね、結構忙しくなると思うんだけど、頑張ってね少しずつ人口増やしていきましょう。さあ、また新しく子供が増えました。これで子供は7人か。でもちょっと前にね、何人か、2人ぐらいかな、大人の方が亡くなってしまったので、ちょっと、大人予備軍の方もねこうしっかり学生になってもらって、労働者としてね、早いとこ大人になってくれるといいな。一応学校には通えるように、まあ教師の方をね今1人割り振っているので、まあ来年ぐらいにもしかしたらね学生になるかもしれないね、子供。さあ、もうほんの少し頑張っていただきましょう、大工の方で。こちらの施設建ててもちょっとね大人の方が減っているので、まあ一旦ちょっと稼働停止にしておいてもいいのかな。食料に関しては少し減ってはいるものの、なんとかね耐えれそうだね。
まあ、もうちょっと余裕を見たら釣り小屋もねもう一軒くらい建ててもいいんじゃないかなっていうところをね進めていきたいかと思います。そして、漁師もね今は、ここに、まあ、狩猟小屋があるんだよね。この範囲内にある動物に関しては多分この狩猟でね動物、あ、これ漁師じゃなかったんだね。まあ、漁師の方がねこの動物を解体して肉として運んでいくんだけど、もう一軒ぐらいね釣り小屋が、釣り小屋じゃないな、木こり小屋か、こちらにあるので、こちらにも動物、少ないね上の方の動物。あ、これってもしかして行商人じゃない？あ、石の備蓄がわずかって言ってる。ちょっと待って、こちらの施設を建てる前に家の方ね頑張って建築してるみたいだね。ちょっと順序が逆になってるけど、まあ、家の方先に作ろうとしてる感じか。さて行商人が来た。この行商にちょっとね発注の命令だけ。あ、肉とか食料系を運んできてくれる人のようだね。種とかないかな。あ、種はないか。今回持ってきたのはポークか。食料、最大62個まで買えるか。まあこの魚と魚じゃないな、違うものと交換していこうか。こちらと交換してと、どうしようかな。ちょうど60個にしておこうかな。これで同じ値段になって60、60になってるので、これで、買い取って解散。種系持ってきてくれる行商人ってやっぱり限られてくるのかな。そしてね先にこちらの施設が建ちそうだね。家の方、まあもう一軒ぐらい建てておいた方が子供、もしかしたら家がない大人がねいるかもしれない。まだ親と住んでるね子供がいるかも。子供というか大人か、親と一緒に住んでる大人がいるかもしれないから、家の方をちょっとね頑張って建築していただきましょう。さあ、そしてなんかどっちも施設なんか均等にやってるみたいだな。どっちか優先して建ててほしいんだけど、こちら早く建つかな。あとほんの少しなんだよね。ちょっと道具の方も備蓄数が少なくなってるな。もうちょっとしたらこの道具の方もね一旦稼働してもいいのかなっていうところ進めていきましょうか。さあ大工の方どっちを優先して建ててくれるのかな。で、できればね施設の方に関してなんだけど、食べ物系はまあ大体建ててあるもんね。他の施設をねちょっと計画していきたいんだけど、あ、そうだ、あと食べ物系といえば蜂蜜が取れる養蜂場みたいなところも一軒建てようかな。材料としては足りそうだね。他に必要なものといえばそうだな、あ、よかった、こちらの施設建ったみたいだね。さらに子供が生まれたと。そして大工の方次はこの石造りの家かな、建築するかな。そうだな、他に建てれるところはね、まあ採石場系とかかな。石と鉄が取れるようにはしたものの、他にまあ宝石とかね取れたりする施設がちょっとあるんだよね。あ、また一人死んじゃったみたい。山菜採りの方が亡くなっちゃった。そして、学生がねやっと学校に通い始めたと。一人亡くなっちゃったか。どこかから一人割り振らないとな。どこから割り振ろうかな。減らせるところが結構限られてくるんだけど、漁師を減らして山菜採りかな。そうね、一旦これで稼働しましょう。さあそして家の方がこれで建築終わりそうだね。よかった、家が建ちました。
そして、そうなってくると大工が一人溢れてるので一旦労働者にして資材系を集めていただきましょう。うん。であとはね、道の方がこう伸ばそうとしてるところがあるので、そちらもねちょっとずつコン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 ねしてくれるといいな。で、なかなかこちらの家には住まないか。だいたい大人の人はもう自分の家に住んでたからかな。もうちょっとしたら入った。うん、よかった、やっと入りました。うん、ちゃんと稼働してるみたいね、よかった。そうなってくるとね、次の施設をねどうしようか迷うんだよね。いろんなねこうものがあるんだけど、どこ建てていこうかな。順番に建てていかないとね、施設建てたとしてもうまくね人が入ってくれなかったりするんだよね。お酒関係かな、ここら辺は。まあ蜂蜜小屋が一番いいのかな。蜂蜜小屋、食べ物系か。うん、ここら辺だね。養蜂場の方をここら辺かな。ちょっとねちょうどいい場所が空いてるのでここに建てようかな。あ、なくなっちゃったみたい、漁師が一人。いやーこれどうしよう、大人が結構なくなってきちゃってるな。あ、そうだ、あと病院とかも建てた方がいいかもな。そうなってくると、一回ここちょっとピン止めだけして、病院か。そうだね、病院。そしてまた子供がね学校に通い始めたと。病院ってどこに入ってたかな。ここら辺は資材関係か。あ、ここら辺だ。うん、役所の方も建てたね。そうだ、共同住宅も計画していかないといけないって言ってたんだ。他ここら辺だね、診療所。そうだな、診療所、先に建てたいね。山菜、薬草小屋か。ハーブ、あー薬草小屋もいいかも。ちょっとハーブの方も、作っていただきましょうかね。ここら辺に建てようかな。一応2件、命令だけ出しておいてと。あ、よかった、養蜂場の方資材運んでくれてるね。石の備蓄がわずかか。まだだいぶあるんだけどね、148個。こちらの施設の方が先に立ちそうだね。まあ病院の方はこの薬草小屋の次に建てていこうかな。まずはこの養蜂場の方もねちょっと頑張っていただきましょう。でね、大人がだいぶ減ってきてるから、最大人口がね確か19人の時があったはずなんだけど、今15人、4人働き手がなくなってしまったので、まあ、早いところねこの学生がね大人になってくれるといいんだけど、多分 2,3 年ぐらいかかるのかな。まあそれまではね食料が減らないようになんとかねこう頑張っていきましょうか。そしてまた新しく子供が生まれたと。よかった、子供7人学生2人。ここの子供たちが全部大人になれば、9人か。そうなると最大人口の方がだいぶ増えそうだね。木材の方も備蓄数少なくなってきてるんだよね。働き手になればいいんだよね。労働者の方があんまり今誰もいないもんね。大工も一人もいないみたい。これまずいね。ちょっとどこかから人を減らそうか。採石場から減らして大工。あとコンコンするだけだもんね。ひとまず大工に割り振って、コンコンしていただきましょう。さあ養蜂場の方、どうかな。60階だからな、2階3階ぐらいかな。コンコンすれば多分立つんじゃないかな。で、あとはねこの山菜小屋、山菜小屋が立って、あとはねハーブの方とかかな、薬関係が入ればもしかしたら病気の人とかね自分で薬とか飲んでくれるかもしれないね。そして養蜂場の方がねもうちょっとなんだよね、3分の1ぐらいまで来てる。
まあこの町からねあんま養蜂場の方が遠くないのですぐ立つんじゃないかなと思います。うん。そしてねちょっと隙を見てはこっちの方に、あ、よかった、資材運んでくれてるね。うん。じゃあやっぱあとは両方とも大工がコンコンするだけっていう感じだね。まずは先に養蜂場、うん、頑張ってね立てていただきましょう。まあ大工一人でね結構頑張ってくれてるので、人口がやっぱ少ないのがね今痛いのかな。大人の方がねあの天に召されてしまったので、早いところ学生、この2人がね大人になってくれるだけでも相当助かるんだけど、うん、あとはまあこの養蜂場建てて山菜小屋建てた後に病院、そしてあと 1,2 軒ぐらいね、家をね建てていきたいかなと思います。さあもうほんのちょっとだね、こちらもで下の山菜小屋の方もまあ資材を運び終わっているから、まああとは大工がねこっち建て終わった後に建てに来てくれるかな。で養蜂場の方は一旦まあ建てるだけ建てて、稼働どうしようかな、稼働してってもいいんだけどね、狩猟小屋から減らしてこちら養蜂場の方に1人、うん、これでちょっと行ってみましょうかね。さあそして山菜小屋、うん、こちらがねあと大工か、資材運び終わってるもんね、うん、で山菜小屋を建てたらひとまず山菜小屋の方に人をね割り振っていった方がいいのかな。あともうちょっとだね、ん、行商人が来てくれてるみたい。ちょっと稼働停止して、何運んできてくれたかな、いつの間にって感じだったな。行商人、まずは服だね、ちょっと服買わせていただきましょうか。結構高級品なんだねこの服は。これで4つ買って100個か、うん、1個の費用が25みたいだね。魚関係かな。まずは、これで買って個数2つ、これで全部か、うん、こちらちょっと多めに渡しちゃうけど、これで買って、うん、コート関係か、うん、これで一旦、解散いたしましょう。まあちょっと服も買って、うん、倉庫にちょっと運んでくれるかな。で、山菜小屋、うん、コンコン来てくれてるね、よかった。道具の方もちょっと備蓄数が減ってきてるから、道具にもね人割り振らないといけないな。そうなってくるとどこから人減らしていこうかな。釣り小屋が今一番人がね多いんだけど、4人、一旦ちょっと大工にねしておこうかな。大工、あ違う、大工じゃなくてこちら鍛冶屋、うん、これで、ちょっとピン止めだけしとこう。いくつかね道具作ってもらわないと、もう20個ほどになってきちゃってるから、うん、さあ、このね薬草小屋に関してももう少しだね、うん、さあ頑張ってコンコンしていただきましょう。で、今冬だからな、ちょっと冬の間は山菜小屋は使えないかな。大工がね建築終わったら労働者にしておきましょう、労働者、うん、一旦これでいいかな。で、春になったら薬草の方もねちょっと採取していただきましょうか、うん、ちょっとね個数だけ増やしておこう、2000個、うん、そして鍛冶屋って今稼働してるはずなんだよね。ここか、うん、あやっと春になったみたいだね。で今鍛冶屋の方が道具がねやっぱちょっと減ってきちゃってるよね。で、他にやれることは特にないかな、うん、まあ50個ぐらいまでね道具を増やしてほしいので、ちょっとそこ頑張っていただきましょう。で本当はねあんまりやりたくないんだけど、さらに釣り小屋から1人減らそうかな。そうね。で、こちら
薬草小屋、ちょっと稼働しましょうか。もしもの病気のために薬、これかな薬草。かもしれないね。ちょっとこちらの備蓄数をちょっとでも増やしておけばいいかな。一人亡くなっちゃったみたい、漁師が。いやこれちょっとどこかから減らさないといけないな。今他に減らせれるところがね少しないんだけど、食べ物関係、山菜、木こり、漁師が2人か。これ以上漁師も減らせないもんね。ってなってくると蜂蜜関係かな。漁師2人でちょっとしばらくやってもらおうかな。いや大人がやっぱ減ってきちゃってるのがねこれ問題になってくるな。そして、蜂蜜って入ってるのかな。もうちょっとしたら収穫していただけるのかな。多分倉庫としても隣だからここに運ぶんだろうね。そしてここの物置替えも結構使用済みになってきてるみたいだね。もう一個ぐらい建築していかないといけないかな。あ、2つあったか物置小屋。だったら大丈夫かな。さあ、そしてね、薪の方が備蓄数が減ってきてる。木こりに関しては今2人体制で働いてくれてるね。あ、よかった。少し道具が増えてるみたい。で、ちょっとずつね、木材の方も取らないとまずいよね。一人ね、薪割りの人を労働者にしようか。一時的に労働者にして、この労働者にちょっとね、命令した、この木の採取とかをしていただきましょうか。で、まあ、山菜小屋稼働してるものの、薬入ってないのかな。ちょっと、時間がかかってしまうのかな。まあ、しばらくね様子を見ていこうか。多分山菜ってこういうものを取ってるんじゃないかなと思うんだよね。あ、それとももしかしたら自分の庭で山菜育てたりしてそれをハーブにしたりするのかな。まあ、もうちょっと様子を見ていきましょう。1年ぐらいかな。あ、学校に通い始めた子供がいるみたい。これで3人。そして学生がもしかしたら今年か来年ぐらいに大人になるかもしれないね。1人ぐらいちょっとね頑張って大人になってほしいな。大人が今ね14人になっちゃったので、これ以上あんまり手広くね稼働できなくなってきております。さあ、そして道具の備蓄が今40個。これが50個ぐらいになったらまたね大工を減らしてちょっと働き手の方にね割り振っていきましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。